ごきげんよう、リオロスです。それでは本日も金色のコルダ2アンコールリベンジやっていきましょう。今ちょっと出てこなかったリベンジが。はい、前回はこのパガニーニのために、イクヨさんに仲間になってもらいました。レベル高いね、22。助かるわ本当に。うん。で、まだ習熟度がでもこの曲はまだみんなね、上がってないんで、まずはこの精霊のマスからやっていこうとしてるところですね。はい、とにかく土浦くんを連れて、はい、一緒に練習したいと思います。じゃあ行きましょう。まあまあ完成の目処は立ったってところですね。 BP もあるし、順調な気がする。ただ強いて言うならレベルがちょっと全体的に低いかなって思うんですよね、3曲の。まあ、レベル19の曲を弾けばクリアっては言われてるんですけども、ちょっと全体的に低い。そもそも1曲なんて前回弾いた曲だからね。それありなのかどうかはちょっと分かんないけど。あ、お前か。いや、なんでもない。今から練習だろ、頑張れよ。どうしたんだ、こないだの一件以来なんかちょっとなんか抱えてるね、彼は。気になる。まあ、とりあえず買い物だ。習熟度アップが欲しいぞ。やだ、先輩ぐらい有名になったらそろそろテレビ局の取材とか来るんじゃないですか。皮肉にとして言ってるようだけど、あながち来るかもしれないんだよな、本当に。この子のやってることを考えると、異業を考えると、実際テレビ来てもおかしくないような気がするんだよな。するする。分かってるんです、私がステージで演奏しても誰も喜ばないって。でもどうしたの、あやなちゃん。あやなちゃん仲間だよね。仲間だよね。どうした。なんかあやなちゃん入れてあげたいな。いやいやいや、君の演奏だって人を喜ばすことができるはずだよ。で、お買い物。どうせ売ってないんでしょ。なんか最近こいつやたらとこのリボンを押してくるんだよな。どういうことなんだ。そんなにリボンあってもさ、リボンじゃないんで習熟度が上げたいんだっつーの。とりあえず持ってないやつは買っとくか。習熟度 1.5 倍1個持ってるけども、もう1個ぐらい持っといてもいいかな。楽譜、楽譜もう買っとく。買っとく。あ、ドレス。師匠好みのドレスは分かんないんだよな。土浦君のドレス分かってるなら買っとくか。そうだね、300余るから問題ないだろう。よし、おお、そうだそうだ。あ、ドレス忘れるとこだった。思い出してよかったぜ。たまに平和な子いるよね、こうやって。今日もいい天気ね。これからもずっといい天気なのかな。平和で嬉しいよ。さあ、2人練習だから別にどっか行かなくてもいいんだな。2人練習、土浦君で、マスを4と6しか上がんねえ。なんか上がるアイテム、アナログメトロノーム、まあ、2個あるからいっか。これで、まあ、一応習熟度上がるとこ行けば少しは。なんかちょっと歯切れ悪いな、分かったみたいな。何なんだろう、なんか抱えてんな本当に。仲良くしよう、仲直りしよう。本当あの選択肢が失敗したな。はい、上がりました。まあまあまあ7上がればいいかな。土浦くん10上がってるしね。でちゃんと夜、土浦くん練習する曲としてこの曲を今指定してるんで、明日には100になってくるんじゃないかな。でこのくらいで終わりにしておこうぜ。お疲れ。なんかそっけないよな。あ、まあ上がるもんは上がるけど、なんかそっけない。え、何、京子さん、涼子さん、吹き矢涼子さん。今日も練習。お疲れ様。なんか練習の後にこんなモブの子が来てくれるなんて珍しいな。頑張ってね。私あなたのこと応援してるんだ。ありがとう。そういう子も、少なからずいるからね。いろいろ悪く言う人もいると思うけど。そうなんですよ。そんな人ばっかりじゃないからね。助かる、ありがとうな。とにかく頑張って。じゃあね。なんだ急に。どうした急に。ああ、土浦くんにどうしますか。喜ぶ、頑張るというプレッシャーだという。いや、骨のある女ですから私は、土浦くんから見て。
まあ、素直に喜ぶでいいんじゃないかな。お前、え、それちょっと単純すぎやしないか。何を弾いてもダメな気がする。なんでだろう。え、なになになに。たく、え、そんなんだからいいように言われるんだ。なんで怒られてるの私。お前さ、うん、物事のいい面だけを見ようとするところある。そこはダメですかね。いい加減、うん、周りがみんないい人間だって思い込むのはやめたらと。いや、結局根はいい人なんですよ、みんな、うん、みんないい、音楽が好きな人はみんないい人なんですよ。どうしますか。たまには反論していいかな。反論していいかな。反論する。わかったわかった。お前にかかれば何みんな味方なんだよ。なんでちょっと拗ねてんの。ああ、また怒らせてしまった。じゃあな。え、全部失敗。全部失敗なのか。土浦を追いかけろ、追いかけるんだ。いや、これ私と、その音楽家の男ムカつくな。ん？お前が怒るのも無理ない。これ珍しく私とね、土浦くんとの対立ってやつなんじゃないの。ここで対立起こったぞ。誰か二人練習で仲を取り持ってくれ、頼む。で、なんだ、美濃川こないだ怒られてたやつかな。だけどさ、うん、だからってお前と彼女が喧嘩する必要なくないか。おさっさと本当のこと言って仲直りしちまえば。ないあ、違う、美濃川くんはあれだ、土浦くんの友達だ。うん、でそいそのそのまさまあまあまあな、美濃川くんはうんうんが取り持ってくれてるんだ、対立を直そうとしてくれてるんだ、ありがとう。しゅんくん、ありがとう。うるさい、まったくカッコつけだからな。カッコつけだからな、お前は。え、これいいの、私聞いちゃってよかったの今の。よしよしよし、まあオッケーオッケーオッケー。まあちゃんとだ、土浦君は、うん、私のことを思って怒ってくれてるってことは、うん、分かってるから大丈夫、大丈夫です。はい、じゃあ習熟度上げに感染スペース行こう。日原先輩もそうだ、仲間にしないとな。ちょっとできる限りみんな仲間にしないとな、本当に頼むぜ。曲聞かせていくか、何、黄昏ちゃって。よし、聞かせていこう。まあまあ3人に入るか、これ3人、あ、入るね入るね。じゃあマス引きます、お願いします、聞いてください。13上げても98だから意味ないな、どうせ2回演奏するから。さあどうだ。はい、はい、ブラボー。はい、何も起こんね、何も起こんね。ちょっと聞かせ、もうちょ、もうどうせ7、え、77だよね、上がんのマス7。エントランスで弾いたらいくつ上がる。エントランスでも弾いても100になるんだったら、できるだけ人数のいるところが、こう湯の木先輩とかいるからね、こういうところで弾いてもいいんだったら、妖怪1足りない。さようなら。妖怪1足りない。まあ感染スペースでなるべく人がいるところを探そう。よしよしよし、アイテムもらえないか、みんなと話しかけまくってる間になんとか4人入りましたね。よし、ここでマスは完成と。いよいよ明日からアンサンブル練習だ。長かったな。はいはい、おい、1人増えた、ありがたい。誰も仲間にはならない。まあでも好感度は上がってるからね。お、よ、お前も今帰りか、気をつけて帰るよ。じゃあな。あれあれ、え、まだ拗ねてるんですか、まだ対立してるんですか。私は困ったな。え、どういう状況今、どういう状況。発生済み、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 なんだかんだ発生してんな。明日、時間が必要です、時間が必要です。あ、別に焦る必要はないんだね。うん。師匠は？師匠はどうですか？派生済み、派生済み。はい。
あ、デート、あ、そうだそうだそうだ、忘れてた、そうだ、日曜日約束通りデートしましょう。はい、約束通りデートしましょう。え、なにね、これ3つも出てくんの。まあまあ、師匠も問題なくいけてると。あ、もうキラさんはもう全部終わってんだ。へえ、いつの間に何があったんだこの人。いつの間にもう終わってる、すべて終わってる。はいはいはい。あとはみんなまあ普通に親密度上げていけば何かしら起こるよって感じだね。うーん、はい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 、そっか。じゃあまあとにかく、うん、土浦くんは時が解決してくれるのを待つしかなさそうだね。どういう状況なんだこれ、対立だ。あー、土曜日か。え、でもニーリーの店に行く、もう1週間早いなー。そ、あー、完成度2倍は、え、もう2つも持ってんじゃん。じゃあメタル持ってないの買っとこう。うん、どうする、楽譜はまあまあ全然いらないしな。取っとこ取っとこ取っとこ、無理に使うことはない。何をして過ごしますか。二人練習、アンサン、二人練習、どうしよう。パガニーニは終わってる、マスも終わった。乾杯の歌、乾杯の歌やっても最下だしな、パガニーニと被るのもんね。いや、あれどうしよう、ここここどうしよう、どう、どうしようここ。普通明日は師匠とデートかするから、今日はじゃあ土浦くんと、うん、高め合っとっか。マス終わってないしこの人。じゃあマスやる。いや、私得るものが何もない、それは嫌だ。楽譜買うべきだったか。ちょ待って、楽譜、でも今楽譜買ってもまたここに来てもこれだもんな、中央アジアの草原にてしかないもんな、オンブラマイフ。ここ何をしたらいいんだ私。もう普通にデートでいいか、デート楽しむってことでいいか。だったらリボンじゃない。あ、リボンを買っとくべきだった、赤い糸しかねえ、もう赤い糸でいいや。そうだな、これしかないもん。あー、こんなにもったいない土日があっていいだろうか。親密度は土浦くんすごい進んでるから、師匠と、バガニ、もう技術が一応上がる乾杯の歌やっとくか。で、糸使って、はい、仲良くしよう。いや、失敗したなこの土曜日。明日デートだから練習ないけど、いやいや、師匠と仲良くしたかったんだよ私は。駅前通り行きましょう。了解、行こう。いや、技術も習熟も上がんない土日はきついな。技術が10だけでしょ。うわー、もったいない。もったいない。うん、いい出来だと思うよ。それじゃあこの辺にしておこうか。君はこの後どうするの？せっかくのお休みだし、よかったらどっかに出かける。あー、力誘ってくれた、よかった。行きます行きます。承知承知。それじゃあそうだな、ショッピングモールまで足を伸ばしてみようか。何があるんですかね。うわー、いい街だな本当にここ。今日の練習は身になった、俺は助けになれたから。そうですね。ちょっと今日は微妙だった気がします、正直なところ。大崎に自分の演奏について聞く、アンサンブルについて聞く、これは普通に好感度っていう感じじゃないだろうな、多分今の完成度を評価してもらう感じじゃない。じゃあ自分の演奏について聞いてみよう。君の演奏のことかい。ああ、もしかして自分がちゃんと上達してるかどうか不安。大丈夫、君の音色は以前よりもずっと綺麗になっているよ。まあその自信はあるね。うん、技術中心に上げてきたからな。自分の音に満足がいかないのは、それは君がいろんな音を知ったからだよ。あー、耳が肥えてしまったんだな。求める音のレベルが上がったんだと思う。音楽は旅と同じでね。旅と同じ。師匠の例えも面白いな。
その時々の過程をゆっくり味わってるうちに気づけば遠くまで歩んできている。はあ、ほほー。だから焦らずに目の前の音楽をじっくり楽しむといいよ。師匠から学ぶことは多いな。さてと、練習の話はここまでにして、おいしいものでも食べたくない？向こうにジェラートのショップがあるんだ。よければご馳走させて。いやいや、こちらからご馳走させてくださいよ。今日はもう本当学ぶこと多いんですから。おやいらっしゃい。よく来てくれるね、お兄さん。覚えられてる。ジェラート屋に覚えられてる。こんにちは、ここのジェラート美味しいから。今日は後輩にもご馳走してあげたくて2ついただけますか？はいはい、ちょっと待ってね。ここで店員が余計なこと言わないかな。いつものこと違うねとか。余計なことは言わないの。はいどうぞ。毎度あり。言わないな。店の人と3人で話す。あ、いいな。ちょっと第三者を入れて話してみるってどうなんだろう。おっと、このお嬢さんも楽器持ってね。バイオリンかい？ええ。やっぱり相当弾けるな。お兄さんもうまいもんね。お兄さんと比べないでください。ここのお兄さんとちょっと比べられると、さすがにね、うまいとは言えなくなってしまうんだけど。そういや、この間、お兄さんが弾いてくれた曲、綺麗だったな。そりゃそうですよ。全世界で優勝してんだから。ねえ、もし時間あったら、また初号に何か弾いてってよ。もう高いぞ。今、この人の演奏高いぞ。あはは、いいですよ。でも弾いちゃう。ねえ、徳川さん、君も一緒に弾くの。ああ、いい選択肢選んだんじゃない今回。あ、絵はないのね。二人で弾く絵はないのね。ブラボー。ちょっと BP 貯めてよ。稼がしてよ、今。今 BP もらったよね。ブラボー言われたよね。あれ、いつの間にか人が集まってきちゃったね。みんな音につられてやってきちゃったんだね。そりゃ来るわ。じゃあ演奏の俺ってことで、ジェラートもう一つ食べていきない。お腹壊すわ、それは。さあ、商売商売。美味しいジェラートはいかがですか？いや、ジェラート一人で二つは無理だろ。今日は思わぬところで即興のリサイタルを開いちゃったね。いや、もう師匠とだったらどこでもやりますよ。でも街の人に音楽を楽しんでもらえて嬉しかった。今頃噂になってるかもね。あのバイオリンの女の子は誰だ。なんて、まあそうだよな。世界の人だからな、もうこの人。よかったん、そんなホイホイ弾いちゃって。よかったんすかね。また二人で練習しようね。おやすみ。いや、よかった。なんか久々に選択肢うまくいった気がする。よかったー。じゃあ明日も頑張るぞい。待ち合わせ場所行きますかって聞くな。聞いてくれるな。行くに決まってるだろう。なんだ今の選択肢は。バカにしてんのか。いや、こんにちは。おお、ボイスある。こういう穏やかな日に、うん、音楽を聞くのはいいよね。聞く方ですか。あ、そっか、コンサートだっけ。行こうか。はい。いや、2日連続師匠来ちゃったてへ。結構早めに着いたね。うん、中でお茶でも。はい、喜んで。あれ、うん、あそこの男。あ、あ、もしかしてバレてる。この前ここでコンサートを開いてた。はい、大崎忍。あ、さん付けろ、さんをつけろ、さんを。用語辞典がある。用語辞典がある。あ、さんをつけろ。女の子連れてる。はい、彼女かなあれ。はいはいとか言っちゃった。どんな子。はい。いや、師匠そこは楽しんで。無理か。これじゃあ君に迷惑をかけてしまうね。いやいやいや、全然大丈夫ですよ。むしろ喜んで出るんで大丈夫ですよ。いや、大丈夫ですって。師匠、ね、師匠、せっかく休日に出てきてくれたのに。え、コンサートも出なかったんですか。駅前でちょっと休もう。好きなものをご馳走するから。いや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 。それで今日は帰ろうか。師匠、次回のデートからグラサンとかかけてきたら面白いんだけどな。変装とかしてきそうだな、次回から。ごめんね。いやいやいや、大丈夫ですって。あれ、お、雨だ。雨だ。はい、駅まで走れる。うん、雨宿りしよう。はい。いや、どっか寄ってきましょうよ。中は濡れてないから。おっと、参るな。これは新しい。メガネを外しておる。だいぶ印象変わるな。まあ、横顔が初めて見るっていうのもあるのかもしれないけど。
雨になるなんて、そして私も美しい。通り雨だと思うけど。はい。参ったな。いや、そんな参らなくていいですって、師匠。こんなに急にいろいろ変わってしまうと、ちょっと世界の師匠戸惑うよ。大丈夫ですって、私は何でも楽しめる女ですから、師匠の弟子ですから。よかったね。はい。雨も止んだし服も乾いて。いや、ちょっとクリーニングして返しますよ。でも結局遅くまで付き合わせることになっちゃったね。いやごめん、今日は散々な思いをいや、そんなに謝んないでくださいって。どうしたんだろう。今日すごい謝ってくんな。どう答えますか。大崎は悪くない、一緒にいられてよかった、埋め合わせに期待する。いや、これ次の約束を取り付けるっていう点ではいいかもしんないけど、今日がダメだったっていう評価にもしちゃうからな。これはダメだよな。一緒にいられてよかったでいいよな。うん、はい、一緒にいられてよかったですよ。ありがとう。うん、よかった。君と一緒でよかった。あ、師匠の選択肢は君が温かい言葉を。よかった。ほっとした。あ、救われたよ。あ、よかった。間違ってないですよね。間違ってなかった。家まで よかった。もう選択肢一つ一つが怖いんだよ。雨上がりの綺麗な空だ。はい。ウィーンでもおこんな風に空を見たよ。じゃあウィーンで今度一緒に見ましょう。練習に明け暮れて、はい、ふと窓を開けたらもう辺りは真っ暗でね。うんうん。夜空がしんと静まり返って。ああ、よかった。星がとても綺麗に瞬いてた。あ、いつもの師匠に戻ってくれた。よかった。さっきのごめんなさいモードちょっと辛かったからな。うん。それを見ていたら、うん、日本のみんなのことを思い出したよ。みんなのことですか。みんな頑張ってる。はい。俺は一人じゃないんだって。うん。いつも空が教えてくれたんだ。空が教えてくれた。今日はごめんね。いやいや、もうだから、そしてもう謝んないでくださいって。俺は一人じゃないってこと。うん。今それを俺に教えてくれてるのは君だよ。やったぜ、私にも師匠にできることがある。今度、うん、また改めて誘う。お願いします。おやすみ。あ、いや、しかしコルダン2アンコールはやたらと日曜日が なんか決まっちゃうね。うん、土日ガツンガツンって練習はなかなかできないようだ。うん、気をつけよう。はい、というわけで今日はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。それではごきげんよう。チャオ。いやー、もう選択肢最後はうまくいったよね。うん、よかった。終わりよければ全てよし。